いやーでも普通なんですよね。ガキ大将でもないし優等生でもないし中間ぐらいですかね。本当になんかサッカー少年ってみんななんかちょっと悪いっていうか不良ではないけど、まあ、ちょっとやんちゃしてるぐらいだったと思います。サッカー始めたのは幼稚園の年長ぐらいに、まあ、兄がやってて3つ上なんですけど、それに、まあ、小さい時って家族ついてくじゃないですか。でまあ僕もまだちっちゃかったんでついてって一緒に、まあ、そこで始めたみたいな。一番本当に小学校低学年とかフォワードしてましたけど、徐々にこう周りが体大きくなってきてフォワードでこう勝てなくなってきたわけじゃないけど、で中盤になって基本は中盤です。いやないっすいや本当にないっす。いやでもそんなみんなみたいな伝説ないっすよ。弱いっていうか強くなかったね。別に地元のサッカーチームだったし本当普通でした。プロになろうと思ったのは大学でサッカー続けるって決めて、大学入った時僕が1年生の時に大和くんが3年生で4年生にカオルくんがいて、でカオルくんがプロになったんですけど、まあ、ベルマーレ行ったんですけど、その時にあこういうレベルの選手っていうかこういう選手がプロに行くんだなっていうのを生で初めて見て、高校の時とか周りにプロになる選手いなかったので、生でこう一緒に練習してる選手がプロになっていく姿を見て、あこういうレベルの選手だったらプロになれるんだと思って、それが具体的にプロに僕もなりたいなと思った一番の具体的なあれですね、きっかけっていうか学生生活だったら高校が一番楽しかったんですけど、まあ部活だったし、なんだろう、みんなでこうワイワイするじゃないですか。まあいいことも悪いこともっていうか、きついこともあったけど楽しい思い出もあったっていうのは、学生生活で振り返ったら、まあ、高校ですか。入学式に入学式、いやないっすよ。高校入学式とか覚えてないな。全然覚えてないっすね。丸一日休みあったら、まあ前日に何をしていたかによるんですけど、まあ、試合だったら、まあ、疲れてるんでゆっくり寝る時もあれば、まあでも基本9時ぐらいには1回起きます。で朝ごはん食べるか考える時と、まあ栄養取んなきゃなっていう時とっていう感じですかいやそんなに節制もしてないですけど、でも食べなきゃやっぱり僕痩せちゃうんで、ちゃんと食べるところは食べるようにしてます。得意料理は刺身を買って食べるっていう、もう料理じゃないんですけど、かもう最近は本当に鍋かで、まあちょっとあったかくなってきたんで、また新たな選択肢をこう考えないとな。まあでも一人なんで、まあ多少いいお肉を買って焼いたりして、なんだろう、調味料をたくさん使ってとかはしてないっすね。ほんと塩コショウとかで肉を食べるみたいな今昼なんかチームが用意してる。はい、お昼ご飯今年からチームが用意してくれて、そこでクラブハウスで食べれるようになったのでかなり大きいです。いやでもその時は本当にトレーニングが終わって、まあ各々が何だろう、ケアする人もいればご飯を先食べる人とかあるんで、誰々と一緒に食べようぜとかないですね。もう本当にこうテーブルが区切られてて、そこでもう本当に黙々と食べるみたいな感じです。やってることはないっすいやハマってることないっすね。いや結婚感もないっすよ別に結婚したいなと思ってますけど、そうかあまりないっすなんなん、まあ、一緒にいて楽な感じがいい、気使わない人がいいんじゃないですかね。わかんないっす、一緒にいたことないんで。あんまりいやテーマ、まあでも料理はもう少しレパートリー増やしたいのは正直ありますね。今日はこれ食べたら明日はこれで、明日はこれっていうのがあるんで、なんかその中に割って入ってこれるような、なんか自分が納得するような料理、そんなんだろう、健康的で美味しい料理を作れるようになりたい。